第8中継所、郡山北工業高校です。たすきリレーも後半戦、駅伝王国の未来を担う中学生同士のたすき渡しに注目です。第8中継所、郡山北工業高校です。たすきリレーも後半戦、駅伝王国の未来を担う中学生同士のたすき渡しに注目です。トップで入ってきたのは福島市です。14年ぶりの総合優勝を狙います。福島一中、松田周3年生、去年は補欠、今年はリベンジと話しています。このたすきをつなぐのは佐藤美久2年生、区間賞を取りたいと話しています。今たすきをつないだトップは福島市です。続いて見えているのはいわき市です。大田原陸3年生、3年間の集大成、トップとの差ここで8秒です。続いて見えたのは郡山市です。7年ぶりの総合優勝を狙っています。谷中春2年生、福島駅伝は憧れの存在と話していました。今堀田にたすきをつないだ、勢いよく駆け抜けていきます。第8中継所、4番目に入ってきたのは会津若松です。山口千尋2年生、ババリナ2年生に今たすきをつないだ。ババ憧れのユニフォームで爆走すると話していました。トップが通過してから5分20秒、姿が見えたのは二本松市です。三木吉森、二本松二中の2年生、今たすきを両手に持ち高橋凛に手渡した、背中をポンと叩いて送り出しました。須賀川市です。走ってくるのは藤原勝、台風19号で床上浸水、周りの助けに感謝して今走ります。安藤萌の昨日13歳の誕生日を迎えました。石川町が入ってきました。町の部トップです。佐藤隆生3年生、自分の長所は粘りだと話しています。木戸愛香1年生にたすきを今つないだ、勢いよく走り出していきます。北方市の姿が見えました。今勢いよくこの中継所に入ってくるのは高橋幸之介、長谷川美花に今たすきをつないだ、背中をポンと叩きました。会津美里町です。斉藤真奈と3年生、区間賞を取るぞと意気込んでいる田村にたすきを渡します。ここでトップの差7分28秒。矢吹町です。水色のユニフォームが鮮やかです。飯島未来2年生、伊沢優香へ今たすきを渡します。背中をポンと叩きました。白川市です。鈴木壮大、福島駅伝は夢だと話します。そして井上真奈2年生、全力を出して走り切ると話しています。今飛び出していきました。32番猪苗代町の姿が見えました。大きく腕を入って入ってくるのは佐藤真央です。3年生、去年は補欠、今年は頑張ると話していました。今たすきをつないだ。そして奥に見えているのは田村市の渡辺蓮2年生です。バスケ部のキャプテン小畑遥に今つなぎました。続いて見えたのは鏡石町、吉田正也3年生、中学生活最後の大会と話しています。内田里奈に今つなぎました。棚倉町です。棚倉町の姿が見えています。鈴木光1年生、いつか出たいと思っていた福島駅伝に今走っています。そして富岡町です。枝和弘もつないだ。続々と選手が入ってきます。まずは46番泉崎です。そして13番本宮も行った。今手を挙げて構えているのは11番です。11番は南相馬、さらにその奥に見えるのは西会津町も今走ってきています。高野俊2年生です。橋田真央につなぎたい。今青いたすきをつなげました。続々と選手が入ってきます。まずは伊達市、そして西郷、さらに郡、南会津も行った。そして今西郷も行った。そして48番鮫川も行った。そして天栄、さらに花輪、そして42番新地も行った。続々と選手が入ってきます。まずは相馬、そして16番は川又も行きました。続いて見えたのは広野です。そして37番奈良葉も行った。希望福島活郎の松本も行きました。玉川、大玉です。大玉も行きました。24番もつながっている古殿だ。そして今つながったのは50番は50番も行きました。そして31番も行きました。バンダイです。
続いて見えているのは15番は国見町、さらに20番も行きました。20番は山釣町です。続いて見えたのは29番只見町、その奥に見えているのは47番です。47番は中島村、そして今入ってきたのは41番浪江もつながった、さらに34番です柳津も今たすきを渡しました。長谷川が走っていきます。双葉町新野智博が今坂本数にたすきをつなぎました。少しでも前に近づきたい。下郷の姿が見えました。玉川優里1年生膝が少し痛いと話しています。佐藤日和に今たすきをつないだ。オレンジ色のユニフォームが鮮やかです。繰り上げスタートまで間もなく15秒、繰り上げスタートまで15秒です。今この中継所に入ってくるのは飯舘村です。間に合うか、果たして間に合うのか。渡辺亮介2年生精一杯腕を振って入ってきます。今繰り上げスタートです。白いたすきを胸に走り出していきます。渡辺亮介、今この中継所に最後まで力いっぱい走ってきました。